かという形で予測をいたしました。ちょうど的前にうなぎ止めてます。木製のプラモデルを使っております。じゃあ危ないんじゃない？朝流れてくるんじゃない？この三脚見てたら頭でドカッとおー、ただいまこの的にご注目いただきます。取りました。笹掛け、本来の笹掛けの矢でございます。フリッカ号で石田さんです。足元を引きます。中央いたしました。コーナー下がりです。高橋俊介さんの的中でございます。形が変わって伝わってきているの稽古者でございます。良い手元の的中、手元にというものが求められます。17号大倉さん